大丈夫かな。He doesn't seem happy. 皆さん、ここ見慣れた光景じゃないですか。ここは家でございます。帰ってきました。え、中国地方一周終わったの？終わってません。終わってません。全然終わってません。今回いろいろ起きてしまったんです。タイプのせいです。80% ぐらい僕のせいですね。100% かもしれない。No, also part of me and my bike. 説明しますよ。バイクで日本全国回りたい。そんな夢を叶えるために40年前の動かないバイク GB250 クラブマンを手に入れ、素人2人で1年かけてレストアしました。そして今まさに旅の最中。6 days ago, we embarked ourselves in an adventure across the Chugoku region. We left our home in Yamaguchi City and headed north to Hagi City, where we enjoy a boat ride along the old town canals. We then crossed to Shimane Prefecture, visited breathtaking spots, and ate ramen from a vending machine. We stayed at one of the best places we've ever camped at, visited a UNESCO registered town in rural Shimane, and explored the world famous Iwami Ginsan Silver Mine.As if that wasn't enough, we had the chance to drive our bikes along the beautiful Mount Sambe and visit a 4,000-year-old miracle forest. 違和感を感じたのは、ちょうど4000年前の森を見ました。地下に眠ってる、その4000年前の縄文時代の森を見て、うわ、これはすごい、これは綺麗だな。うわー。次の旅が楽しみ。日本海ずっと東側に進んで次の冒険進もうとバイクで行ってたんですよ。そうしたら左足に違和感を感じました。ずっとバイブレーションがあるんですよ。ハプニングね。ハプニングですよ。鳴り止まないバイブレーション。僕その時左ポケットに携帯を入れてました。携帯を取り出しました。何通かの何回もの通話履歴があります。なんだこれはと。ちょっとオリごめん、すごい電話あるからちょっとバイク止めて電話させてくれと言いました。 We have decided to stop here next to this dam. And the reason is Kaito's been receiving lots of phone calls. So I'm sure something's going on. So he has to call back and then we'll see what's going on. Well, Kaito is on the phone. I'm enjoying a nice rest with this wonderful view. And he's right there. No privacy, you guys. 大丈夫かな。 He doesn't seem happy. 大丈夫？ Non, en fait, on doit rentrer une fois. Quoi? Ouais. Mais non. Si. 皆さん、僕は仕事が自分の仕事が大好きです。けどこういうこともあります。帰らないといけなくなりました。I was planning on letting him come back by himself, but I'm a kind wife. So, we're here together. そこは頼みますよね。俺は二人で旅してるんだから頼みますよ。So you guys, as much as I'm disappointed of having to go back home once, I won't let my wonderful husband by himself. So I've decided to come along too. Of course, it wouldn't be fun without you traveling. But you'll have to buy me some Haribo because I'm doing all the way back with you. とアイスクリームお願い。のれにアイスクリームだよ。ジェラート、普通パピコじゃない。もちろん僕は自分のやってる仕事が大好きです。僕は建築のデザイン、中のデザイン、外のデザイン両方やるんですけども、それを仕事にしていて、急遽現場に行かなきゃいけなくなりました。2日後かなに、もう現場にすぐ来てくれっていうことで、わどうしよう、今ちょっと山口にいないんですけど、だけどやっぱりね、僕仕事が大好きなんで、自分のやってるのはだからもう行こうということで帰りました。オリは仕事を辞めたのに、僕は 100% フリーだよ。すいません、もう僕建築大好きなんですよ、辞められないんです。 And I love you, so of course I came back with you. 優しいねオリ。というわけで、しかも山口からまあそんなに離れてないところでいたので、どこだ、島根か、うん、にいたので、まあいいだろうと頑張って帰ろうということで帰りました。ただそれだけでは実はないんです。理由はそれ以外の理由もあって帰りました。まず台風ですよ。その理由の一つ、どんだけ台風来るんですか。確かに皆さんコメントで9月は台風来るよって言ってました。どんだけ来るの本当に。しかも大型の台風が来ると、これやばいと。僕らの家100年以上経ってる古民家です。ちょっとやばいです。このままだといろいろガラスもすごい薄いんで、
すごい綺麗ですよ。綺麗なんですけど、すごいでかい台風が来たら飛んでしまいますということで焦りました。あ、皆さん、ジャコちゃんと生きてますからね。忘れてないですよ、やりますからね。 It survived the typhoon. It's first typhoon ever. そうね、ちょっと怖かったね。それはいいとして、2つ目の理由、カバンです。今クラブマンの方ちょっといろいろ考えてる最中でシート外してるんですけども、ウェイトがオリの方のカバンにすごいあって、俺の方のカバンには、そう、見てください、こんなちっちゃいカバン。俺のカバンの方にはちょっと少なかったんですよ。それで、しかもクラブマンの方は椅子のシートの上にそのままカバンを乗せてるだけだったので、バランスがすごい悪くて、運転中もちょっと怖いな、荷物重いな、カイトの方荷物ちょっと少ないんじゃないっていうのがありました。このカバン思い入れがありまして、これ親父がいろいろ作ってるんですよね。で、このカバン自体は母親がもともとあるカバンを手で縫っていろいろカスタマイズしてます。なのでこれそのまま使いたかったんですよ。というよりも今までずっとこれ使ってました。で、ここにね、チーム見合わせて、これ親父が入ってたチームなのか分かりませんが貼ってあるんで、あ、これこのままにずっと使いたいなと思ってたんですが、ちょっと荷物が入らないので考えないといけません。そう、あともう雨ね、雨の時大変ね。雨の時大変です。一応ね、カバンも持ってってたんですけど、雨って急に降るじゃないですか、この時期の雨って。皆さん最悪です、雨降ってる。最悪、雨降ってきた、やばいね。そうしたらもうこんなね、すぐレインカバーなんてかけられないんですよ。もう一つの理由は雨です。僕ら雨対策をあんまりしてなくて、確かにレインカバーとか、僕らの体は別にいいんですけど、レインコートとか持ってるんで、カバンの方なんですよ。両方ともレインカバーはあるんですが、急に雨が降った時どうしても濡れちゃいます。で、機材結構僕ら持ってるんで、そうなった時ね、そう、確かにジップロックとかに入れればいいんですけど、そんなジップロックなんかに入る量じゃないんで、これを対策しないといけないっていう話もしてました。皆さん、また私のバイクネイケになりました。お久しぶりね、この形。そんなにネイケ。ね、I mean, I feel like it's been very long since we finished restoring this motorbike, but it's actually been a couple of months. And now we hit the road for a couple of days, and then we came back. And I mean, there are some things that need to be done.またアップグレードしますね。でもその後クラブマン完璧になります。そうよ、クラブマンちゃん。今対策として考えてるのが、ここにループ状の、なんていうの、フレームみたいのをこうくっつけて、そこにこう板かなんかを固定させて、その上にカバンを置こうかなと思ってます。ただね、このループ状のなんていうんですか、キャリアか、キャリアは純正でクラブマン出してるらしいんですよ。1型も出してるんですけど、相当値段が高いです。買えるかどうかわかんないけど。そうね、But we need to upgrade this bike. 自分らで作るのもいいんですけどね、そんな時間はないです。そう、もっと出発したいね。もう早く行きたい。もう見てください、この汗。こんなに暑いのに海に入れない、川にも入れない。そうね、We could be in 島根関西 by now. それを言わないでください。ちょっと待って、本当にこれこんなに暑いの？これ瀬戸内海にいるからこんなに暑いの？日本海もっと涼しいんじゃない？見てよもう。最後のポイント、それはですね、暗さなんですよ。僕らちょっとキャンプ舐めてました。初めてなんで、こんなに長いことキャンプするのは。電球なんつうの、あれ、ランタンか、ランタン持ってってたんですけど、すごい暗いんですよ。しかも電池もすぐ終わるね。そうね、 I mean we're using it every night so it doesn't last a lot. そうで、電気をつけて、まあ、僕ら YouTube やってるんでこう撮影をするじゃないですか。全然皆さんに映らないんで、僕ら料理してるところとか。なので結構使えない動画とかがあって、それはもったいないなってことで、それも今考えてます。あと、もう一個忘れてました、バッテリー。これ僕ら機材いっぱい積んでるんで、バッテリーがなかなか続かないっていうのがあります。そう、 LED のそのランタンもそう、あれ充電しなきゃいけないんで、毎回困ってました。なので電池切れたら一回ホテルとかにとかね、どっか行って充電しないといけないってことがあったんで、電池問題、これも解決させないといけません。 Guys, we have some awesome ideas for our motorbikes and we're dying to show you. もう島根から山口に帰ってくるときにいろいろ話し合いました。どうすればいいかっていうのをすごい話し合って、大抵のことは決めました。すごいですよ。 Yes, and the good news, there's always a solution. Even if we have some problems right now, we have found the solution and we're so happy about it. そうです、逆にね、これが良かったのかもしれない。皆さん楽しみにしててください。ちょっとずつ見せていきますよ。皆さん久しぶりなんじゃないですか、これ。ジャッコ
We have forgot you. いや皆さん、ジャコを待ってる方本当にすいません。もう少し旅させてくださいね。そうね、まあ、なるべく早く、もう僕らもあったかいうちに海に入りたいんで、海で楽しみたいんでね、もうなるべく早く出発します。なのでどうだろう、もうあと2日3日後ぐらいにはもう出たいと思うので、うん、皆さん楽しみにしてください。この動画を気に入っていただいた方、いつも通りタムズアップ、ビッグなタムズアップ皆さん、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ from Yamaguchi today but next time from somewhere else。 そうね、ジャコにもバイバイ